こんにちは、アゾリです。WWDC2015 まであと1時間っていう時にこの動画を撮っています。今日は音楽ネタなんですけれども、一般的に言われているように CD を買う時代から、ダウンロード購入する時代、そして定額配信サービスという時代に向かっているようです。まあ、個人的にはあまりいい流れではないなとは思ってるんですけれども、まあ、それはさておいて、定額配信サービスっていうのは、例えば毎月1000円であれば、1000円の月会費を払って、ストリーミングで聞き放題っていうものですね。有料会員として登録するっていう手続きが必要ですから、サブスクリプションサービスとも呼ばれています。いやいや、無料のインターネットラジオがいくらでもあるじゃんって思われる方もいらっしゃるかもしれません。例えば iTunes にも無料のラジオが山ほどあります。このインターネットラジオですね。でもこれってこうジャズとか R&B とかジャンルを選ぶことぐらいしかできなくって、完全に受け身なんですよね。他には以前にもご紹介したアキュレディオという無料アプリのインターネットラジオがありますよね。でこれ非常に優秀でして、こうジャンルが非常に細分化されてるっていうのもありますし、それから好みではない曲が流れてきたら次の曲へスキップするっていうこともできるんですね。この曲がいまいちだなと思ったらスキップすることもできるわけです。それから好きな曲にレーティングしたり、好みじゃないアーティストは今後流れないようにバンしたりもできます。要は少しずつ自分好みにしていくことができるという意味で、ある程度能動的に使えます。これら無料のインターネットラジオと比べて有料の定額配信サービスは何が違うのか、まあ、大きく2つあると思います。一つは自分から能動的に聴きたい曲を聴きに行くっていうことができます。例えばスーパーフライというアーティストのホワイトというアルバムの中のビューティフルという曲が聴きたいっていうようなことができるわけですね。もちろんこのアルバムを頭から最後まで通して聴くこともできますし、スーパーフライばかりの曲をランダムにかけたいなんていうこともできるわけです。もう一つはプレイリストです。まあ、私ぐらいの世代の方であればみんな経験してると思いますけれども、カセットテープに好きな曲を並べて、まあ、綺麗にレタリングして、でこれはドライブ用とか、これは好きな子にプレゼントするとかやってましたよね。で私より下の世代であっても MD とか CD で同じようなことはやってたと思います。やっぱり好きな曲をピックアップしてきて自分好みに並べたい、そしてそれを人に聴かせたいっていうのは今も昔も変わらない人間の本能的な欲望なんだと思います。まあ今風に言えばコンピレーションを作るっていうようなイメージだと思いますが、そういったことが定額配信サービスでも簡単にできるんです。例えばジャズ入門者が最初に聴くべき10曲とか、海辺でチルアウトするのにぴったりな10曲とか、1時間のウォーキングにぴったりな女性ボーカルグループ、まあ、そういったこうプレイリストを簡単に作れて、なおかつアプリの中で公開することもできるんですね。ですからこう有名アーティストとか有名 YouTuber なんかがそういったものを作って公開するっていう風になると面白くなってくるんじゃないかなと思います。さてそんな定額配信サービスですが、現時点では日本ではまだ浸透していません。やはり最大手の Spotify がなかなか上陸しないのが理由でしょうか。はたまた今夜アップルが発表するであろうアップルミュージックがスタートすれば状況は一変するんでしょうか。実際どういう名称になるのか、まあ、そもそも発表されるのか、発表されたとしてもすぐ日本に入ってくるのかなんてことはまだわからないんですけれども、今夜あと1時間もすればわかると思います。まあ、個人的にはアップルミュージックに対してはどっちかっていうとネガティブなイメージを持っているんですけれども、まあ、それでも期待したいなというところもあったりして、まあ、どういう感じになるんでしょうね。まあ、正式発表されましたらまた情報をまとめたいと思います。それでは、定額配信サービスについてはいろいろ考えてたんですけれども、先日突然ですね、日本国内でこのアワっていうサービスが始まりました。まあ、最初の3ヶ月は無料なので早速使い始めてるんですけど、これがねなかなかいいんですよ。で実際使ってみて初めて定額配信のいいところも悪いところも少し分かってきましたので、まあ、それらを踏まえて今夜の WWDC2015 をね楽しみたいと思います。